間に合いましたね。なんと皆さんですね、スペシャルゲストがですね、これからセミファイナル、そしてメインイベント解説にね加わっていただきました。そうです、全日本選手権3度目の防衛戦をね無事終えました井上貴子選手です。皆さんよろしくお願いします。今日はどうでしたか、試合3度目の防衛戦。辛かったですね。そうですか、はい、またですね、はい、忙しいと思うんですけども、はい、解説という立場で、はい、解説なんかできないと思うんですけど、とんでもございません。しくらさん、スペシャルゲストでしょう。やはりこういったがね、こう加わるといいですね、この放送席も。いやでも先輩の試合なんで、はい、勉強させていただきます。そうですか、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ約1ヶ月間、10月18日アルナメヒコを皮切りに、はい、11月18日アリナメヒコまで、まあ、毎日ほとんど連日ですね試合をこなしてきた山田と井上京子なんですけどもね、志倉さん、はい、まず対戦チームのやはりこの北斗と豊田というこのコンビもすごいですよね。この、タッグチームというのが、はい、まあ、前だったらね、まあ、どうってことないというか正規軍同士だったんだけど、はい、まあ、北斗が獄門島に移ったことで、はい、まあ、一強タッグなんですよね、はい、今だったら夢のタッグと言っていいと思います。なるほど。そして志倉さん、はい、何度も言いましたように約1ヶ月間メキシコ遠征を終えて、凱旋帰国の山田と井上京子なんですけども、この1ヶ月間のですね、このメキシコでの試合がどう生かされるか。そうですね、はい、技術的なこともそうなんですけど、はい、2人やっぱりメキシコで、ね、相当に欲求不満を募らせたと聞いてるんですよ、はい、まあ、やっぱり相手とかが弱かったりとかいろいろあって、いろいろ男のね、レスラーのルチャドールの勉強にはなったみたいなんですが、なるほど、自分たちの相手としてはすごく欲求不満が募ってイライラしたと、そのね、不満を一気にこのリングで叩きつけるんじゃないかと、なるほど、入店で期待してるんですが、はい、そして記念すべきデビュー CD 奇跡の扉をですね発売した井上貴子選手、はい、この4人の絡み、はい、これはまあ不安は最高に嬉しいんですけども、はい、井上選手から見て、はい、メキシコ帰りの2人とですね、はい、トヨタ北斗というちょっと信じられないドリームコンビなんですけども、はい、どうですか期待は。なんていうんですか、軍団構想っていうか、はい、うちの団体は3団体あるんですけど、すね、3団体とかありますよね、はい、で北斗さん一応獄門島ってことで、ベビーフェイスのトヨタさんと組むっていうのは本当珍しいと思うんですけど、 でもやっぱりプロレスのセンス、センスというかプロレスのスタイル的に考えるとやっぱすごいスピーディーだし、あ、2人とも、うん、北斗さんとトヨタさんってやっぱりすごい一二を争うスピーディーな選手だと思うんで、オールランドプレイヤーですね、うん、そんでメキシコで勉強してきた2人対スピーディーの、ね、2人なんで、なるほど、そうするとやっぱり井上選手にも何かこうヒントになるような勉強できるようなこの4人の絡みといったですね試合になると思うんですけども、早くこの中に入ってね、そうですね、志倉さん、そうです、ここに座ってるのもねいいですけどもね、この中に加わりたいというのが、これはやっぱり井上貴子選手のね本音かと思うんですけども、まして同期のね井上京子選手もいますからね、これは負けてられませんよね、差をつけられてるんで、そうですか、はい、さあゴング鳴ってね激しい攻防なんですけども、よくね私も紙面で記事書くときに困ることがあるんですよ、はい、それはどういった点ですか。井上選手2人いるでしょ、はい、ね、特に2人が一緒の試合なんか出ちゃうとね、井上だけじゃ分からないわけだから、高子とか京子とか欠かず呼びざら得ないということで、ね、今日なんかもちょっとこれ井上京子選手の試合を井上貴子選手が喋るということで非常に呼びにくいんだけど、でも志倉さん、レスラーのですね側から見ますとちゃんとフルネームをですね、これは言ってもらえてるのはいいですよね。そうですね、その時だって先ほどもですね井上貴子選手ってこう井上貴子選手ちゃんとフルネーム言うわけですよ、普通は井上選手と終わっちゃうわけですよね。そうですね、雑誌とかでも結構吉田とか それだけなんですけど、私とか京子の場合は井上京子、井上貴子と書いてもらえるんですよ。そうすると吉田選手も私も吉田麻里子も書いてくださいって。なるほど、いや井上京とか井上貴っていう場合もありますね。そういう場合もありますね。さあそのトヨタから北斗にタッチして、あ、両腕を決めての、あ、これも珍しい形からのボストンクラブです。志倉さん、はい、いくらですねメキシコに1ヶ月遠征しても、うん、これは北斗、トヨタ先輩の意地といいますか日本のマットをですね、守ってきた2人にとってはそんなの関係ないという、やっぱりこの気概っていうのは人一倍強いと思うんですけども、あ、それは当然あるでしょうね、特に2人はそういう気持ちが強いタイプの選手ですからね、
あの井上拓吾選手は、はい、もし自分はこの4人の中に入るとしたらば、はい、誰と組んで、はい、どのチームと戦いたいですか、架空なんですけどもね、今現在ですから、どの選手になりかっていうか、拓吾選手はということなんですけど、ここにですか、はい、難しいですね、とにかくもうスピードでも負けてるし、はい、パワーでも負けてるし、本当に負けてるんですけど、そうですか、この中に入るのはちょっとね、もうとんでもないっていう感じなんですよ。でも羨ましいなって思います、こういう試合ができる、だからね、誰に変わるとか言えないですけど、でやはり志賀さん、一日も早く、あの井上選手が自分で納得して早くあれですね、この4人とまた豪華なそのね、4人も夢のカードに、ね、井上拓吾選手が前がラインナップされたらファンもね嬉しいと思うんですけども、ね、それですね、そういう夢のカードと言われる中に入るってことがやっぱり大きいことですね。そうですね、で1試合を繰り広げばやっぱ CD も売れますし、そうです、ね、ビデオも売れると思うんですけどね、プロレスあっての芸能に、そうですよね、はい、ちょっと注目しましょう、はい、さあ試合、これは五輪スペシャルですね、これやっぱメキシコ土産のねルチャリブレ殺法の一つですけども、よくわけのわからない体勢から入りましたけど、はい、ああこれは山田やはりですね、連日連戦、ひどい時には志賀さん、あの週刊プレス上でも読みましたけども、あのメキシコのディスコ会場では試合開始が遅くて、試合終了が1時を過ぎてたという、そうですね、とんでもないダブルヘッダーの、経験ということで私も読ませていただきましたけども、今の五輪スペシャルもですね、そのルチャリブレ殺法の昔からのトラディショナルホールドなんですけども、あーそしてパンチ、リンクは肘も落としました、そしてトヨタの左足を逆肩指です。さあここまでの動き、この両チームどうでしょうか。そうですね、あのもうまだまだこれからもっと燃えてくるんじゃないかと思うんですけど、このカードってそもそもあのこの2人がメキシコとの関係なくても、はい、もうすごいカードなんですよね。そうですね要するに全日本女子の特に魅力というか、はい、あの生命線となっているのはすごい動きじゃないですか、はい、そうですね、その点でその一番動ける4人が出ているわけだから、はい、そしてさらにその2人がメキシコがいるというプラスアルファがあるということで、もうこれ期待するしかないって感じですよね、はい、そうですね、その通りだと思いますけど、今のダブル股裂きもですね、これもルチャリブレ殺法、しかしそのダブル股裂きをね、やはり天才と言いましょうか、オーランドプレイヤーの北斗が正面ドロップキック、志賀さん、あこれもなんかあのどっか紙面で見たことありますよ、あこれもですね、これは金が鳴るなのホールド、すごい、これはすごい、あ井上拓吾さん笑っていただきましたか、私ね、これはすごい、私金が鳴るなの法隆寺殺法で呼んでるんですけどね、するんですね、あれも釣り天井の一種なんですけども、でも井上拓吾選手、ね、今なんかのあのね絡みでも勉強にやられたくないですね、やられたいっていうのかなと、いやいやいや嫌です、でもあの先ほどのですね、あの北斗選手のアシストドロップキックは早かったですね、はい、あの本当に今感心、勉強になりますか、感心っていうか、本当に思ったのはいつも組まないのにすごく、うん、なんていうんですか、そうですね、連携プレーとかすごい息が合ってるのがね、すごいなと、通じ合ってるみたいですよね、北斗選手とね、豊田選手と、はい、今現在志賀さん、うん、私タグリグザベスト91はパートナー違いますからね、そうですそうです、はい、あのまあ正規軍時代は、はい、まあ6人タッグとかね、なんかあるでしょうけど、この2人のタッグってのはすごく新鮮な感じがしますね、そうですね、やっぱりなかった風景って感じですね、はい、さあこの山田井上京子は凱旋帰国で、これから志賀さん、タッグリーグザベスト91 12月8日コラコモール大会まで、これから激しいバトルが展開されますけれども、ここにいる井上拓吾選手も、吉田選手が怪我からですね、今日カムバックしましたんで、見てないんですけど、あの発達した動きで志賀さん、吉田選手もそうですね、あのブランコ感じさせない動きでしたね、それ見てないのはしょうがないですね、前の試合ですもんね、ですから井上拓吾選手もこの4選手の今日はですね逆転を盗んで、はい、グリグザベストに向けて、はい、今この対戦に入ったらどっと観客が湧いたでしょう、はい、あこれはアルゼンチンバックフリーカーで、しかさ、井上京子のライアガンドライバーの布石なんですけど、まあ、今ここでは出ないでしょうね、はい、ここからまだスピンという形でも持ってきますからね、それもありますね、
また北斗が ねこういうメキシコ帰りとかこういうあれに対しての反発心が強いんですよね。あーもうなんかでも表情からそういう感じられますよね北斗選手は、おっと山田のあー政権ですごいマーシャルアーツスタイルですね。そしてタッチした北斗ロープへ振ってのあーそうのソバットです。うずくまる北斗あー抑えていますねストラップのあたり。そしてキックデンジャラスキック左に入った、右左これでね、はい、2人のレスラーというかルチャドーラかな、ルチャ怒らしちゃったみたいですね、あそしてサイドバスターカバロ大勢の山田ですけども貫突に返した北斗。石川さん、はい、この山田そして井上京子ですけどもまだですねメキシコから帰ってきたのが昨日、ですよね、昨日って言っても20日ですね前日、はい、ですからまあ若干ちょっと時差ボケもあるんじゃないかと思うんですけどもね。逆にあのこの辺の2人はもうその勢いでバーッと突っ走っちゃうと、はい、その舞台に乗っかっちゃった方がかえってあのいいんじゃないかなという気もするんですけど、ね、前のクラシックギャルとかそうでしたね、はい、あでも追い詰められれば追い詰められるほどすごい力を出したというか、なるほど、うん、そういうものを2人にも感じるんで、ね、帰ってこの方がいいかもしれません。そうですか、あの試合前のトレーニングもなんかマットの感触を確かめているような、トレーニングしてましたね両選手。あここはですね今現在山田この井上貴子さん、はい、この山田選手のこのコスチュームどうでしょうかね。ねえなんか、ねマシャラーって感じね、なんか今までにないいいですね、はい、なんかあの顔のペイントっていうのがすごく新鮮で、あそうですか、控え室で描いてるの見てびっくりしちゃってずっと見ちゃったんですけど、あ井上貴子選手にペイントしたいなとか思えないですけど思わないでもなんかでも山田さんだからいいっていうのはありますね。あっとはいカンパーナが出ましたね井上貴子さん。そしてあカバージョラクダ固めです。石川さん試合前ですね、はい、井上選手は私ちょっとですね、いきなりブエナスタルデスってスペイン語で挨拶しましたねおおコモエスタって返したんですけどもね、ちょっとですねあのメキシコのですねなんか下座を勉強してきたのって教えてって聞いたんですよ。そしたらね私はねいつも通りですって日本メキシコに行く前のコメントと全く同じなんですよ。でもですねその後ニカーと私を見た笑ってねニコニコってしたんですよ。だからちょっと隠してるのかなと思うんですけどもね、なんか今日は全然ダメだから期待しないでくれって盛んに連発したんですけど、よくあのいるじゃないですか、ね、あの試験戦ですか、試験の前なんかでも全然勉強してないからなんてなんかそういうタイプの感じなんですけどね、はい、さあこのトヨタのですねなんと髪振り乱すキックこれがですね井上貴子選手に拍手してますけどもすごいすごいいつも思うんですけどということは井上貴子選手もこれはね盗んだらいいじゃないですか。あーこれがね石川さん、このまだあの相手がですねまだ起き上がる体勢を取ってなくても行くんですよね。そうそうもう背中だろうがなんだ横だろうがね、もう何でも行っちゃうんですよ、ま、これがカバー体勢が危ない貫突ですけども、これはもうトヨタイコールオリジナルとして今先ほどですね同じ同僚のね井上貴子選手がですね拍手しちゃったという、というかね、あの絶対やられるのは嫌ですけど痛いとかなんていうんですか、あんなにいっぱいやられたらスタミナもなくなっちゃうし、なるほど痛いですから、はい、さあここで連携合体プレー、あっとわあすごい、うわこれすごいファンタスティックフリップですか志倉さん、これはこれは剣ですけども、あー井上貴子に向かってさあトヨタが最上段がラッケブラーマムイビエンビバルチャリブレ三方の共演ですよ。しかさこのケブラーダはあのトヨタの場合はトップロックやるんですよね。危ないですね、もう数字がゾクッとしましたけどもね、この2つの今の連続はすごかったですね。はい、貴子さんどうですか、はい、すいません井上さんと省きますからこれから、はい、はい、あのなんかメキシコ帰り、メキシコ帰りって向こうが注目されてるのに、負けてませんよ、負けてないですね全然、すごいですやっぱり上を行ってますよここまで、はい、ある意味じゃこっちの方がメキシコ散歩という感じもしないでもないですけどね、そういう色がやはり負けたくないっていう、しかさ、レスラーとしてのプライドですよね、いやそういう意地がまた強い2人ですからね、はい、ということは井上貴子選手のプライドがね、はい、いくら CD が売れても、はい、ビデオが売れても、はい、プロレスラーとして、はい、これからですね一段階段はね、はい、登っていってほしいと思うんですけども、はい、ここまでの攻撃どうですか、
4選手も、ね、全く止まらない動きですけども、すごくスピーディーで、休む暇もなく見てる方もね、はい、拍手もしちゃいましたね。でもあの私もこのね技をできるかなというのがなんか一つ必ずあったと思うんですけども、まあ、ファンの皆様にはリング上でお楽しみということで、はい、さあリング内に開幕した井上京子にさあクローター聞くかこれはクレードルへのローリングクレードルへの指摘でしょうか。あっと出たぞ志倉さん、はい、トヨタのローリングクレードルといえば10月26日富山大会で、あのブルー中野に見舞いましてお客さん、そしてテレビの前の不安をどぎもに言ったんですけどもね、これ早いんですね、やる超カウント2トヨタ、さすがもうテクニシャンのローリングクレードル井上京子もちょっとアップアップという情報、表情を、ね、見せてます。そしてこれはあーノーザンライトボムが出たぞ、危ない、アシストに入った山田、フィニッシュが早くも出ましたね。これは井上京子大きなダメージを負ってしまいましたけども、これ山田に立つって北斗が逆ロープへ飛ばして、あーノーフライングニールキックで競り勝った山田、さあ右からのミドルでバックがあっとジャーマンですけど志倉さん、これはちょっと滑りましたか。そうですね、体勢崩れましたね。そしてバックドロップ、ガンガン行った方がいいですよ。はい、山田強靭なブリッジを見せたバックドロップですけども、北斗は完璧で返す、素晴らしいというこのセミファイナルのタッグマッチです。そしてヘッドロック、ちょっと井上京子心配ですね、コーナーで倒れてますけど、やはりあれだけのですねウルトラシーをもう2発3発食えば志倉さん今ボロだったですよね。どうですか田中さん、井上京子選手ちょっとダメージが大きいような肩肘ついてますけども、なんか不死身な感じしますけど今回ばかりはちょっと効いてますね。まあ、あの技は本当特別というかね、本当に一撃必殺の技だから、やはり怪我を顧みない、そして一歩間違ったら大怪我してしまうこのプロレスラーっていうのは志倉さん、私ないつもですね感じるのは慣れないなと思いますよね。北斗もやっぱタッチですね、はい、さあここでトヨタにタッチして、このトヨタ北斗というドリームコンビ連携プレーを見せると思いきや、おっとあっとこれはダブルのバックドロップでカバーに、さあトヨタが入ってカウント2ですけども、バックドロップというか1回転しましたよ、山田が完全に1回転しました。あれはバックドロップ狙ったわけですよね、勢いがつきすぎたんですよね、さあそうしたトヨタがミサイルキックがフライングヘッドバットですね、そしてカバーの体勢素早い、これもカウント2井上京子入りました、さすがに負けてませんね、全く目が離せないこのタッグマッチ、そしてジャーマンスーペックスホールド、これもカウント2、ちょっとダメージ大きいですね、山田がですねダウンしてますね。さあこのタッチした井上京子、あっとアバランシュホールド、あっと井上京子のアピールパフォーマンスが出た、そしてトヨタをロープへ振って、さあ2発目はこれはアバラシホールド固めにいって、これもカウント2、北斗が入った。志倉さん、これアシストが入る限りちょっと決まらないんじゃないですか。そうですね、ただちょっとペースを向こうに取られたんで、はい、やっぱり井上京子かなりイライラして、はい、ちょっと爆発してきましたね。さあ井上京子のロープ最上段からのエルボードラップ、これもカウント2、しかし今のジャンプ力井上さんどうでしたか。高子さんです井上さんすごいですね、あれメキシコのマットでもやってたんですかね。やってましたよ。あ、そうですか、メキシコのマットって硬いって聞いたんですけど、これはですね、井上貴子さん、はい、アメリカそしてあの外国っていうのは硬いのは有名なんですよね。そうですから、貴子さんもこれも硬いんですけど、それ以上に硬い、でも日本はすごくなんか比べるといいって言ってますよね。あ、そうですか、でましてあのメキシコっていうのは男子も女子も同じリングなんですよね。ああ、
そうですね、なぜかというと女子専用の団体っていうのはないですから、はい、ですからもし井上貴子選手もメキシコ遠征が決まりましたら、はい、あのやはりスペイン語を私に聞いていただいて、はい、あの向こうの状況は志倉さんに聞いていただいたら、はい、これはビッグなレッスンでまた行ってないですね、私だけは勝手に思ってるんですけどもね、はい、でもマットの硬いっていうのは志倉さん、はい、これは怪我しなくてもいい時に来ちゃいますんでね、そうですね、これ気をつけないといけませんよね、まあ、帰ってきたことでかなり思い切ってできるんじゃないですか、はい、ああさあこれもねトヨタのねオリジナルの天才的なドロップ返しですけどもね、そしてあーっと脳天テンプルに北斗のちょっと今までチグハグでした ね、 ね展開が山田井上組の、はい、タッグプレーなんですけど、ストレンキングプレー出したんですけどもね、ダメージは大きいってことでしょうか、タイミングが悪かったっていう感じですね、あんまりだからメキシコ帰りにこだわんない方がいいのかもしれないですね、はい、さあ、山田の顔面負傷というペインティング理由ではありませんでした、失礼しました、カウントこれも強いですけども、これは全くちょっとアシストパートナーの人が入るとカウント3奪えないんじゃないかと思いますけども、パイルドライバーこれも、あ山田しかしガッツでブリッジで止まりましたけども、あもう20分ですか、早いですね、あっという間に20分ですけども、同じレスラーとして井上貴子さん、はい、すごい戦いですね、ここまで20分あっという間なんですけども、はい、どんなところ目につきますか、4選手の動きですけども、あの実力が五分五分とかそういうのも全然わかんないんですけど、はい、でもすごい長い試合になるんじゃないかなと思ってたんで、うん、予想としては、うん、だからもっと長くなるような気がしたんですよ本当は、だから、今どうなるか分かんないですけど、20分じゃちょっとあんま驚かないんですけど、そうですか、はあ、でも、お客さんも盛り上がってるし、そうですね、メキシコのお土産の技をいっぱい披露してるんで、そうですね、まだ半分ぐらいならあと半分、技をもっと出して楽しませてほしいなって思いますけど、志倉さん、はい、一つ言えるのはこのやはりですね山田井上京子メキシコ帰りということで完全に北斗トヨタを刺激した、これが黒ファイトを生んでいると見ていいと思いますね、そうですね、当然これは他のどの選手も刺激になっていると思いますけどね、そうですね、特にこの二人の相手となったらこれ要するに北斗とトヨタが組むしかないんですよね、逆に言いますと、逆に言うと、あ、そうですか、だからこのカードが生まれたと思います、はい、そうすると次はもう井上貴子選手もね、はい、ランクがね、ランクが違うんで、そんなこと言っていけませんよ、普段はねやっぱ応援してるんですから、はい、このランクに、、一緒に試合ができるようにそうですよ頑張ります、殻を破ってください、はい、さあスピニングバックブリーカーで井上京子らしさが出てきたか、うわボディープレスに出たぞここで、あー北斗が志倉さん、はい、ストンピングじゃなくてなんかドロピックみたいな両足でそれもお尻に、これはきつい、これはきついカット、これはですね井上貴子選手が言ったようになんか長期戦になるんじゃないかなというね、予想もするんですけど、あっという間にね逆転技で決まる、全くね目が離せないこのタッグマッチですけど、目が離せないっていうんですよ ね、 ねこういうの、でも喋ってる私はもう嬉しいですよ、ボルテージ上がりますからね、あっとジャーマンスミクソード、うわ一体いくつの技が飛び出すのがこのタッグマッチレッスルマリンピアード91セミファイナルをまさしく本当に飾るにふさわしい好ゲーム好試合になりましたけども、あ最上段に上がった北斗井上京子が素早くカムバックして、あ2段目からのなだれ式ブレインバスター一戦、そしてカバの体勢これもカウント2でした、これは4選手かなりハードダメージも大きいと思いますけども、おっと逆にブレンバスター返した北斗、危ない、今度エビ固めのカウント2ですけども3に近かった、今同時に志倉さんと稲田貴選手が危ないというねコメント、これは本当本音だと思うんですけども、そしてダブルアームスープレックス投げ捨てました、志倉さん、はい、ここまで出す技決まらないということで焦りというのが20分経過して出てきますかね、ちょっとリズム的に良くないですね、はい、あということは今の井上京子のこのエルボードロップも焦りでしょうか、そうですね、
これは選手であるちょっと井上拓子選手にね聞いてみたいと思いますけども、はい、ここまでですね、はい、20分経過してきて、はい、出す技が決まりません、はい、どうですか、焦りというのが生まれてきますか。決まらないとですか、焦るんじゃないですか。自分の多分、自分のオリジナル技とか、はい、エルボー、コーナーのエルボーなんて自分で得意技としてやってるものが決まらないっていうのは本当に当然どうしようとか、そういう気持ちになっちゃうんじゃないかなと思いますけど、はい、さあ一進一退目まぐるしい攻防、あっと山田が抑え込み、それをあっとここは山田の、これもメキシコルチャです。はい、あっという間に入りましたね。はい、あしかし北斗のねこのねアシストも早いですね。あこれもメキシコがあるでね、自分のね首を結構ね、志賀さん、これも男子のリチャードとかよく使う技ですけど、そして結構あの前から使ってましたけどね、まあ、磨きがかかってると思います。腕も決めちゃうんですね、左腕、皆さんご注目ください。山田の左腕がトヨタの左腕、リストを固めてますね。腕、背骨、足首ですからね、井上拓子選手この技なんかもね、井上拓子選手、そのもね、腰がね、硬いんですよ。トヨタさんってすごく柔らかいですよね。だからこんなここまで決められちゃったらギブアップしちゃうかもしれないぐらいすごい効くんです。あでも井上選手は体硬いんですか。硬いんですよ。そうですか、私柔らかいと思ってたんですけど硬いんですよ。そうですか、はい、苦しいんですだから、ああいう逆エビとかすごく苦しいんですよ。さあ25分を経過して、あさあクロスラインをかわしたトヨタですけども、ストンピングを受けてしまって、さあ山田と井上京子はおっと馬乗りになって、あ今のは良かったですね、さあ山田の、ね、背中をジャンプしてドロップキック、そしてフィッシャーマンスープレックスですけど、また早い北斗のアシスト。しかし考えてみたら、あのトヨタと山田だけで30分軽くやったんですよね、あの大宮 で、それを思ったらこのタグマシで20分25分で驚いてはいられないという感じもありますけど、あの時も石川さんと私のね、実況解説でね、アザ選手でしたけどね、あれまた今回は井上拓子選手と私たちも役得ですね、石川さん。まあいいんじゃないですか役不足です私ですよ。でもせっかくですから本当にね、井上選手にはね、井上拓子選手にはこれはいろんな技一つでも多く、はい、そして勉強させてもらってます。その、ね、あの自分のやっぱりね、はい、体硬いという面ではこの技を、ね、受けた時にどうクリアするかという、しかさん、はい、このパターンのセオリーと言いますかね、逃げ方とかね、そうですね、まあ、当然当たるわけですからね、これからも、はい、あの井上拓子選手も、はい、こう試合終わりまして、はい、各試合場ですね、はい、あの日本全国巡業して、はい、こう試合見ると思うんですけど、はい、こういったあの本部席からまたね、はい、こう見るっていうのまた違うと思うんですよね。なんかお客さんになったみたいですね。そうですか、はい、ですから一つでも多くなんか勉強してね、はい、勉強します。なんか明日からのですね、はい、プロレスラー井上拓子のなんか成長にですね、役立ったらいいなと思うんですけども、はい。さあ連携プレーを繰り出す山田井上京子ですけども、覆いかぶさった井上京子、ダブルのカーズ落とし、これもちょっと新しい技ですけど、もう一つでしたね、石川さん逆に考えてこの4節もスタミナはすごいですね。あそれはもう文句ないでしょ、十分ですか、さあそしてここは満を持した北斗がタッチだけどもドロップキックをかわして、さあ井上京子強引なジャイアントスイング、さあぐるぐると、あーもうこれは石川さん、これが出なくてはね、井上さん思い出しますね。あそうですか、はいこれが出なくては井上京子じゃないって感じですね。これぜひですね、私ね女子プレーヤーの方に来たかったんですけども、はい、タコさん、はい、このジャイアントスイング、はい、受けてる時ですね、あれこう、はい、なんかこう耳の上から血の気が引くってよく言うんですけども、どうですか回されてる時っていうのは。ね、私1回2回ぐらいやられたんですけど、はい、今10回回したんですよね、こんなに 回されなかったんですけど、こんなにはでも、なんていうのかな、ジェットコースターの、 あの1回転してる時分かります、やったことありますか。分かります、あれよりももっともっと怖くて速い、怖くて速くて、そんな怖い技なんですか。で目も回っちゃうから、それで不意になんかの技に入られた時に、知らないうちにスリー入っちゃうような、なるほど、朦朧としちゃう技ですね。そうですか、はい、さあその井上京からタッチして引き継いだ山田ですけども、
エンジン蹴り、あー鹿さん、この3発はいいですよ。このロープを使ったエンジン蹴りっていうのも新しいですね。これはその山田ならでは の、はい、あの入り方です。あのメキシカンのですねレスラーではあのシズモというですね、レスラーがですねロープのシズモですね。シズモ、はい、ありがとうございます。先ほどユニバーサルにですね参加したんですけどもね、シズモというレスラーがね、あの稲田選手あのねエンズゲーでもですね、はい、ロープのハンドルをね、はい、ちょっと使うんですよ。そしてこうなんかロープ使うっていうのもね、その技がまたより一層。さあここでなんかね今回のジャーマンスープレックスが東大井上京子を見舞いましたけども、カウントはジャパニーズオーシャンです。ジャパニーズオーシャン失礼しました。これは4選手リング内でさあトヨタがロープ2段目に上がって、さあ立ち上がれ井上京子と、あー燃えているトヨタ、ドロップキック、ミサイルキック、吹っ飛んだ井上京子。さあそして違うコーナーですね、ふわりと飛び乗ったトヨタが、あーっとまたしてもミサイルキック2発目、そして3発目を狙うのかトヨタ、絶好調と言っていいでしょう。3発、あーこれも吹っ飛んでしまった井上京子、カバーの体勢に入ったぞ、カレフリのカウントが2。さんこれはいつ決着つくんですかね。私の喋り声60分いくんでしょうかね。決着つくようなシーンが想像できないんですよね。はい、あーっとドロピックを井上京子はかわして、あートップレベル差が出た井上京子、アゴレのレスラー、スペルアストロの必殺技、そしてダブル、ジャックナイフ、これもカウント2です。メキシコならではですね、ダブルのホールはいいですね。トペレベル差からのジャックナイフ、2人で決めましたけどもまだ決まらない、あっという間に30分。あーここで、あートヨタスペシャルと言いましょうか、回転エビ、これもカウント2。井上京子さん、どうですか、ここまでの攻防30分ですよ。すごいですね。でもなんか初め試合始まった頃と全然スタミナ落ちてないっていうか、より一層なんか、30分もやってるのすごいですよね。ねえ、あーとこで山田が幸運にアシストに入ったが、あー井上京子のカウントも2でした。そしてトヨタが井上にストンピング、さあ北斗とトヨタのダブル、カナディアンバックビーガーから、あーこれはあれですね、ナイアガレットのバックビーですね、落としましたよ。そしてダブル奪ってしまった、はい、北斗トヨタが多額戦コーナー最上段に登ったぞ。さあ両選手は同時にミサイルキックジャースト、カウントが進むぞ、カウントは3いってませんでした。皆さんこの川崎市体育館の観衆のこのこれ最高のフィーバーぶり、最高ですね。井上京子負けたらもうなんかね、台無しっていうか、もう必死ですよね、この人は。はい、さあそして北斗がムーンサルト、トヨタがムーンサルト、しかしこれは自爆です。山田井上よく見ていた、ムーンサルトが自爆してしまった。そして膝が、あ山田が最上段から井上京子が北斗を抑えて、あーこれは北斗いてと足を固められたぞ。山田何やるんですかね。はい、何を出すんだこれは、お珍しいぞ。エンズイゲリを出した。出ないやがらですよ。なんという技なんでしょう。